野田さんこんばんは、モーゴーと申します。久しぶりにゲームウィズのお二人、クスキさん、ムジョルさんと、対戦していくことになりました。よろしくお願いします。で、今回は、クスキさんとは2ピックの一先で、ムジョルさんとは BO3 やっていくことになります。よろしくお願いします。はい、もうデッキ作成していくんですけども、あのピック、わーネクロ来た。俺ネクロ得意なんでネクロできます。はい。で、なんか相手のクスキさんはなんか2ピックで今月9月、うわーヘクター引いたわ。今月なんか2ピックランキング上位に入ってるらしくて、めちゃめちゃ強いみたいなんですよね。なんか5勝しまくりみたいな。とりあえず、まあとりあえずピックしてからいろいろ話していこう。これもとりあえず左で、右で、これも強いんだよな。会見の深森氏の一戦、まあちょっととりあえず左で、まあ状況は正直欲しかったけど、発射の警官、異病の戦士、まあちょっと精霊の涙が使い道ないんで、これは右でいきます。はい。言うてね、そういう僕も実は結構2ピックやっていて、特にネクロマンサーでの5勝が一番多いのかな俺は。で、ネクロ、うわー、冒涜の赤番欲しいなこれ。でもネクロアサジの喜びの口は強いんで、これ左取りますか。マットあったゴーストライター、右で。ネクロって結構3コスが膨らみやすいんですよね。なので2コスを優先的にピック、ほらこんな感じで結構3コスが膨らみやすいんで、3コスを中心にピックしていく流れを作っていってもいいのかな。これはどうしようか。卵の大爆発は強いけど、まあ右で。これ右で。ああ、強い。これ左かな、左。フィニッシャーもしっかり取れてきてる。あ、これ右、あ、てか、ごめん。クスキさん申し訳ない。恐ろしく強いわ、このデッキ。右で。よし。なんか終わっていれば、あっという間にピック終わったんだけど。OK です。準備完了になったようなので、僕も準備完了していこうと思います。よろしくお願いします。5勝狙えるデッキなんだけど、余裕で。お、クスキはヴァンパイアか。クスキさんヴァンパイア。しかもしっかりとこの公式マークついてるっていうね。さあ、よろしくお願いします。いいっすね。2、3の動きを確保。2、3、4。まあ、ネクロアサシンは、まあ、バンプだったら特にそのクラキー、そこより出るものとか、あの辺に切っていきたい。まあ、もちろん相手がピックしてるかどうかわかんないけど。よろしくお願いします。いいね。まあ、とりあえず、会見ゾンビかな。で、こいつはまあね、ネクロマンスで使えた方がいいのかなと思います。死の方を犯す。よろしくね、よろしくね。オッケー。ちょっとちなみに今日いつも俺 DMM のさ、PC 版でやってんだけど、なんか、ちょうどこの収録の時間に、メンテナンスだったみたいなんで、スマホでやってます。スマホで収録中でございます。受け付けバイトうぜえなぁ。まあこう取るか、とりあえず。楽しめたよ。プーキーネクロマンサー、まあ一応出しますか。やばい。ピックの引きはいいんだけど、処刑人の、ああこの有利交換強いっすね相手。進化権きんねえな。よろめく不死者アックスファイター、よろめく不死者アックスファイターってことで大変終了します。俺の斧を味わいやがれ。うん、なるほど。契約成立。ソウルナビゲーティングからの進化。魂の契約は絶対さ。まあ一応レイジングエティンで上から食える状態にはなった。7ターン目のゾンビパーティーまで見えてる。よし、ここはレイジングエティン進化でソウルナビゲーター取っていくわ。あとヘクター引きてえな。ヘクターとか、あとゴールドのあのブラックスワンオディールとかね、その辺引ければなおいいんだろうけど。もうだからヒーローの剣士強すぎんだって。ゾンパ右に打つか。
ゾンパを右に打つムーブかな、ここはとりあえず。結構序盤からもうこの7ターン目までサクサクとテンポよく試合が進んでるな。じゃあちょっとリソースの差ができ始めてる。こっちもデーモンイーターとかあるんで、ちょっと手札回収して回していきたいよね。絶対俺勝つからな。まあ正直クラギ怖いからネクラサシも取っておくから見にくいなんすよ。まあ、やっぱ2ピック上手い人ってこうやって盤面取るんですよ、ひたすら。2ピック上手いやつはみんな盤面中だから。お、いいスペクター引いた。ここはこう取って、で海賊ゾンビスペクターと並べてターン終了します。私寂しいの。仮に相手クラキそこに出るものもし持ってるんだったら、もう絶対この発射出してくると思う。ちょっとこっちもパワーカード引けるまで我慢っすね。お、レージング18か。18に進化切るんだ。メデューサのマガンとか。あー、やっぱりそうだ、マガンっぽいなと思った。あー、これ嫌だな。俺泳げないのに。と思っていたらまたスペクターを引いていく。ちょっとこうプレイング出そうな盤面になっちゃったな。ネクロバサシンで6-5取れれば一番いいんやけど、仮に3-4に行ってしまった場合はめんどくせえことになるよな。アンドラスここで切っちゃうのか。アンドラス切るしかないな、これ。ネクロアサシンは多分違うよな、ここな。いや、アンドロスだわ。ごめん。アンドロス失踪でこいつ取って、こいつは買おうと。まあ、ドローム戦イングランサーで倒されちゃうんですけど。いまいちね、カードパワーで押し切れてねえな。悲しみを。ああ、やっぱ残してよかったな、これ。残してよかった。ネクロアサシン普通に死んでたわ。まあ、そこにネクロ切った。まあでも多分進化圏ドメジス切ってたと思うし、これは。イスラはちなみに進化してくんのか。してこない。ルーキーネクロマンサーからのネクロアサシン揃いでいくか。もうスペクターもこれ切るしかない。もう正直。悲しみが聞こえます。バハ経過したら勝てないんで、スペクター出すしかないな。いや、一応取っとくか。ごめん、どうじゃ。出さない理由って逆に何なんだろう。バンプでしょう。大型フォロワー出てきた。まあ、一応次のターン、スペクターに進化切って取るっていう動きはできるけど、でもなんか、やっぱスペース除去されちゃうのもったいない気がするんで、ここやっぱスペクター残すしかない。バハムート来たらもう無理。ヒーロー結衣の剣士か。でダークジェネラルか。でヒーロー進化か。きついな。あなたから目が離せないのに何も
こえない。エルダースパルトイソルジャー、いやいや、ここでエルダースパルトイソルジャーは微妙だろう。一緒になりましょう。いや、もう進化切るしかねえ。もうなんでこんなゴミカードしか引けねえんだよ。いや、もうセクター出すわ。お前違うだ、ヘクターだろ。ヘクター、ヘクター、オディール、お前その辺のカード全然引かねえじゃねえか。お前うわ強いお前。ってことスペクター取れるのかこれ。凶楽の悪魔、オールキャッツ、漆黒の鎌使い。一緒に行きましょう。お役ごめんか。こいつドレインついてんだよな。うわもう無理だ。まあもう次とりあえずヘクター引く前提で動くか。一応こう取れば三六が盤面では処理されないから。勝てるかこんなん。闘争の果て、遥か地平の新世界へ。お前も染まる。ヘクター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 デーモンイーターじゃねえだろ。そこでまだ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 ワンチャンある。まだワンチャンある。うわ進化切ってきてんじゃねえよ。てか負けか、もう負け。あなたのために負けちゃったけど楽しかったな。ほんとツーピックってお前だよな。ということでね、クスキさんのツーピック、ヴァンパイアだネクロで、負けました。はい。ありがとうございました。次回の動画は、無常さんとの、BO3 になります。よろしくお願いします。